今日のメッセージは有名なダビデとゴリアテの話を一緒に見ていきます。今日この話を見ながら2つ主に大きなポイント2つを見たいと思います。まず1つ目は何がこの少年ダビデの闘志を燃やしたのか何が彼の心を燃やさせたのかをまず見たいと思います。What stirred up in his heart? そして2番目には 私たちもダビデのように勇気を持ってどのようにしたらあ彼みたいに勇敢に出ることができるのか神様の栄光のために出ることができるのかを2番目に適応として考えていきますなので彼の心が何が燃え上がっていたのかそして2番目にはどのように私たちがそのように勇敢になれるのか見てみたいと思います第1サムエル17章を見ると少しだけ背景を説明しながらいきますね ペリシテ人たちとイスラエル人たちが戦争に行きます。でこの両者はですね両国はよく永遠のライバルとか言われてですね最近はイスラエルとパレスチナとのぶつかりがここからスタートしたという人たちもいるんですけれども3000年3000年前はそのイスラエルの地の西海岸があそのペリシテ人たちが住むところでした。 で彼らは非常に強い人たちだというふうに知られています。当時の歴史からも分かるように、ほとんど外部の人たちから侵略されたことのない非常にプライドを持つ民族なんですね。非常に軍事力が強かった国であります。で、イスラエルがエジプトから最初に出てきたとき、その出エジプトをしたときに、その陸地、北の方を通って約束の地に行ったならば、 2週間ぐらいかか,ったかかるんだそうです。エジプトから約束の地、カナンまで2週間。ただ、神様が北の方を通らせないんですね。わざと南、シナイ山を通って、その砂漠の方を越えて上に行く約束の地に向かわせるんですけれども、それはなぜかというと、最初から陸に入って戦争が起きないように、神様はそうさせたというんですね。英語では、b l o s h e 血を、血がこうやって。 流されることがないように神様はそうされたというんですけれどもその相手がペリシテ人たちですその西海岸を持っていたペリシテ人たちがいたためにわざとその道を避けるようにさせたということですねなので非常に強い手強い相手だということが分かるんですが17章皆さん聖書を持っている方は17章の前半を見ますとこの両国が睨み合いをしているのが分かりますここにペリシテ人そして イスラエル人たちがそして両側に山があるんですねこうやって山があって真ん中に谷がありますで山を前にして陣を敷いて戦いは谷でやろうということなんですねでもこの睨み合いをしてるんですが先に攻めていくとどうなるかというと山の方に行きますよねこの人たちがで先に攻めるとその坂になって 上り坂で戦わなきゃいけない非常に不利な立場になります。なので、互いに先に先行であの攻めることなく攻め悩んでいるところなんですね、二人があ、両側が。なので、ペリシテ側からゴリアテがまず出てきます。巨人であるゴリアテが出てきて、両側とも戦いを先に仕掛けないので、ゴリアテが9節にこのような提案をします。9節見てください。 俺と戦って俺を殺せるならそれたちはお前らの奴隷になる俺たちはお,お前らの奴隷になるだが俺が勝ってそいつを殺したらお前らが俺たちの奴隷になって俺たちに使えるのだというふうに言うんですねなので条件をつけて戦いを、まあ、チャレンジをしていきます1対1で私と勝負しましょうということで で代表が勝つと、まあ、その国が戦争に勝つということなんですけど、ね、非常に挑発をしてくるのが分かりますでこのゴリアテという人物誰なのかというと4節を見ると聖書には彼がどれだけ背が高かったのかって出てくるんですが6キュビット半であったというふうに出てきます6キュビット半でこれどれぐらいの高さというとこの 指先から肘までの長さが1キュービットというふうに言われています。1キュービット。で、大体あの45センチぐらいあるんですけれども、単純に計算すると、大体3メートルぐらいの身長であったということがわかります。ちょっと信じられない高さなんですが、ギネスブックに載っている人が19 1920年代に確か、 あのアメリカ人で280センチの人がギネスブックに載っていますけどそれより上を行く大体3メートルのぐらいの身長があったということが分かります6キュービット半の男性であったで彼がつけていた鎧の重さは65キロ男性大人の男性一人分を自分の鎧の重さとしてつけ身につけていたで彼が持っていた槍の重さっていうのは7キロです 非常に重いです。で、4節見るとわかるんですが、彼はペリステ人たちの代表選手であった。ヘブル語で見るとそのまま、彼は男の中の選手であった。The fighter among the men という表現がされています。なので彼は戦いが非常に上手なチャンピオンであったということがわかります。なので彼が挑発してきたときに、11節なんか見ると、 イスラエル人は完全にあくじかれて非常に恐れたという気がくじかれた意気消沈となっていった誰も戦う気にな,ならなかったというのが分かりますでゴリアテが出てきて続けて挑発をするわけなんですね侮辱するわけですイスラエルをイスラエルの神をで兵士たちもともとちょっとラフな言い方をしたりあると思うんですがこれが聖書を見ると 40日間続いたっていうふうに出てきます。想像できますか朝見ると巨人が出てきてあ私たちをバカにして侮辱しているまた午後にも出てきて挑発をしている私と戦う者は誰もいないのかっていう,うに臆病者目っていう,うに言うわけですよね。これが40日間続くで非常にイスラエルにとっては情けない状態が続きます。非常に情けないことであります。 で当時は今の感覚からちょっと違うと思うんですが当時のその文化というのは中東の文化は栄誉と恥の文化だったんですね honor and shame culture 栄誉と恥の文化なので戦いを挑まれたら必ず出なきゃいけない出ないのが卑怯であるということですねハリウッドの映画でもトロイというあの映画がありますその映画を見ると ブラッド・ピットが主演で出てくる映画なんですがアキレス、アキレスをブラッド・ピットが演じているんですが、その映画の中で、ブラッド・ピットのいとこがヘクターという王子に殺されます。自分の親族が殺されたので、ブラッド・ピットがヘクターと戦いに行くんですね。でトロイの城の前に立ってヘクターを呼びます。ヘクター出てこいと。私と戦え1対1で戦え その時にヘクターがどうするのか自分が勝てるチャンスがほとんどないって大体分かってるんですねヘクターもこの前一対一で戦うと殺されるって分かってるんですが卑怯にならずにここで出ていかないと自分だけではなくて自分の人々に恥をもたらすということで戦いに行くんですねそのような文化だったということですなので巨人のゴリアテが今イスラエルの前 で挑発をしている出てこい代表を出せって言ったときに何も言わないというのは非常に大きな恥で侮辱であるということが分かりますで40日が経った後にそこにダビデが現れますダビデがやってきますでダビデはお父さんに頼まれてお兄さんたちに弁当を届けに来るんですねお兄さんたちがまだ生きているかどうかをあ お父さんにまた報告するために弁当を渡して、まあ、そのままあー彼らが OK であるならそのまま戻るっていうことなんで,したでしたがあー彼が来てそのゴリアテの姿を見るわけですねそのイスラエル軍の前に出て神を侮辱して人々を挑発するこのゴリアテの姿を見てダビデは帰れなくなります っていうかダビデは帰らなくなりますで。ダビデを非常に奮い立たせることになりますけれども、26節を見ると、こう出るんですね。26節。ダビデがこう言います。ゴリアテを見て。この無活霊のペリシテ人は何なのですか生ける神の人をそしるとは。その葛霊も受けてない。 違法人であるゴリアテがあ,あの男性はなぜ生きる神の軍隊をイスラエル軍をそしるのですかというふうに言うんですね。でこれ正直イスラエル軍からすればサウル王がこういうふうに言ってくれたらいいなと思ったんでしょうね。私たちの王であるサウル王がこのように言って誰か言って戦えあの,あの侮辱なものを 打ってやれっていうのが多分理想だったと思うんですがこれをサウル王ではなくダビデが言っています先週の話であったように油注がれたものダビデが今それを伝えているということですなのでこの17章の内容を通して本当にイスラエルにふさわしい王は誰なのかっていうのを見せる場面でもあるんですが36節見ても同じように ダビデは非常に怒っていますってていいまますす今ダビデを見ると非常にき通っているのが分かるんですがじゃあ皆さんに質問しましょう今非常に英語圏の方々は動画を見ながら今あの進んでいるのであまり部屋の中に集中力が今。 かなり散っている状態なんですけれども質問をしながらちょっと行きましょうあダビデは今誰のために起こっていますかダビデは非常に憤っています誰のために起こっていますか自分のために起こっていますかそれとも神様のために起こっていますか神様のために非常に憤っているのが分かります 映画を見ても時々こういうシーンってあるんですが英語の主人公をバカにした時に主人公がキャロッ別にどうでもいいよ私のことなんかバカにしてもどうでもいいよっていう時よくあるんですねただ主人公のお母さんをバカにした時にはこの主人公が爆発するっていうのは映画よくあるんですねあのアメリカの場合だと プリンス・オブ・ベル・エルというなんかウィル・スミスが出るそういうショーなんか見てもお母さんバカにされると主人公めちゃくちゃ怒るんですけれどもまさにダビデの場合は自分よりかは神様がバカにされてるということに非常に憤りを感じるんですね私のことについてあなたがバカにしても別にどうでもいいんだけど神様の名をバカにする非常に彼のそのその 感情ががむき出しになっているのが分かりますでこの感情っていうのは新約聖書の使徒の働き17章を見るとその似たような感情を感じる使徒パウロの姿が出るんですが使の書き17章16節から17節この憤りを見てくださいさてパウロは アテネで2人を待っていたが、町が偶像でいっぱいなのを見て、心に憤りを覚えた。それでパウロは、街道ではユダヤ人たちや神を敬う人たちと論じ、広場ではそこに居合わせた人たちと毎日論じあった。で、ここで見るとパウロは、町にたくさんあった偶像を見て、憤りを感じたっていう,うに、憤りを覚えたっていうふうにあります。 で、これもともとの言語で見ると、じっとしてられない感情であったっていうふうに出ます。じっとしてられないのは何かしなきゃいけない感情を意味しています。皆さん考えてください。パウロの場合、パウロは実際にダマスコに向かうときに復活したイエス・キリストの声を聞きますよね。そして生きておられる神様を体験した人です。で彼の場合はイエス・キリストは神であるということを 80%分かってたんじゃなくて200%確信していた人なんですねで。彼がそれを知っていながらアテネに行った時に人々が偶像を拝んでいる姿を見てあまりにも心を痛めたわけです。心を痛めてじっとしていられなかった憤りを感じた。なので毎日のように伝道をしていたということが分かります。この憤り、皆さん見えますでしょうか じっとしたらもう黙って見てるわけにはいかないという感情ですね。で今日の箇所に戻るとダビデを奮い立たせたのも全く同じです。その戦場の場に来た時にゴリアテが神,神の名を侮辱していたそしてイスラエル軍たちをバカにしていたのを見て神の栄光が汚されていることに非常に憤りを覚えていたんですね。 神の栄光がけがされているで。こういう感情を以前、アメリカの牧師でビルハイブル牧師がこの感情を英語の表現で「holy discontent」という表現を使ったんですね。「holy discontent」。聖なる不満。聖なる憤りという表現を使いました。皆さんに質問しましょう。皆さんの場合は聖なる不満。 不満、憤りを感じたことはありますかいくつか例で申しますと、こういう聖なる不満を持つことができます。あ3つ申しましょう。1つ目は、17世紀のドイツの音楽家で、ジョージ・フレデリック・ヘンデルという、ヘンデル、有名な音楽家です。で彼があの作曲したあ、そのメシアという、マサイアという、 曲があるんですね結構2時間ぐらいの長い曲なんですけどその中に「ハーレルヤーハーレルヤ」っていう曲があります。有名な曲がありますねで。彼、ヘンデルは非常に天才的な音楽家でありましたで。彼、クリスチャンでもありました。毎週のように教会に行っていたんだそうです。で彼が教会に通いながらどんな感情になったかというと非常に教会の音楽にこれ17世紀の話なので非常にがっかりしたんだそうです。でその 教会の音楽の質が高くなかった、クオリティが高くなかったで。彼、プロの音楽家なので、これ、あの気になったということですねで。彼がその不満を持ったために何をしたかというと、毎週のように賛美歌を書いたんだ、そうです毎週のように。10年ちょっとなんですけど、毎週のように書いて、教会の音楽、一緒に歌える曲を彼が作曲していった。つまり 聖なる不満を通してその音楽のミニストリーが広がったということがわかります。その聖なる憤りとも言いましょうか。それを通してその音楽のミニストリーが広がった。アメリカにデイビッド・ギボンズという牧師がいますで。彼は南カルフォルニアにあるニュー・ソン・チャーチという教会を以前開拓した。 牧師なんですけど今は多分60代の牧師なんですが彼は見た目は東洋人です。もう完全に東洋人です。デビッキー・ベンス。名前だけはイギリス人みたいな名前なんですけども彼はハーフです。白人男性と韓国人の女性の間に生まれたハーフです。デビッキー・ベンス。で彼は小さい時からアメリカ人の教会に通っていたんですね、家族が。あ白人の教会に通っていたんだそうです。ずっと。で彼は まあ見た目東洋人でも英語ペラペラだしアメリカ生まれだし全然大丈夫だったんですけれども彼が感じたのはうちのお母さんは全然ここに慣れてないっていうのを気付くんですね馴染んでない白人の教会でお母さんは broken english 英語もペラペラじゃないで教会と文化的に違うんですよね分かります皆さんも多分アメリカ行ったらそういうのあるかもしれませんが大体そういう教会疎外感を感じるんですよね 東洋人と、ね、疎外感で自分のお母さんがずっとその教会で疎外感を感じていたのをずっと分かっていたんですね、デイビッド・ケヴンズはで。食べ物も文化的に違うし、で彼が牧師になった時に新しい教会を始めよう、ニュー・ソング・チャーチを始めようで。彼のビジョンが何だったかというと、この教会は私の母のような人が来て、 家族の一員として受け入れられる教会になるんでそういうビジョンを持って新しい教会を始めるんですね誰でもそのような人たちが疎外感を感じた人がこの教会に来ると家族のように受け入れられるそういう教会を作りたいですっていうのがビジョンだったんですね彼の何と言いますか聖なる不満が不満があったんだけれどもそれをあと教会のミニストリーにつなげていったその憤りがそうなったってことです、ね もう一つ例えで言うと私が大学生の時にロサンゼルス地区で小学生の小学校の教師を目指していた学生がいましたで彼がインターンをしたんですがインターンをしていた地域が非常にアメリカロサンゼルスのちょっと貧しい地域だったんですねラテン系の南米から来ている学生たちだったりあの 黒人系の人たちがいるそういう町だったということなんですが彼がそこでインターンをして衝撃を受けたのはあまりにも資金が調達されていないということに衝撃を受けるんですねあまりにも資金がそこまで届いてないで彼が気づいたのはこの小学生たちは30年経っている教科書をいまだに使っているって言ったんですね30年経った教科書をいまだに使っている皆さん想像できますか科学の 教科書なんか30年前はスマートフォンもない時代です。でもそれを続けて学生、この小学生たちは使っている。これはあまりにも不幸意だって彼は感じたわけですね。で彼はこの経験を通して、決意をします私が教師の資格を取ると、この貧しい子供たちのために私は貢献するんだということで、彼が自分で選べるんですよね。どの地域に行くか、大きな地域選ぶ、ディストリクトを選べるんですが、彼はわざと その貧しい地域を選んで小学校の教師になることを決めたんですね。これ、聖なる不満を持って、これってあってはならないと思って、それが彼の教師になるビジョンにつながったとっいうことです。で、皆さん、これをどこから結びつけたかというと、ダビデが今、目の前にゴリアテという存在がいます。神の栄光を汚すゴリアテがいます。神の栄光が削られている それに憤りを感じて何とかしなきゃという状況なんですね。で、皆さんに質問しましょう。皆さんは今、皆さんの周りで神の名がけがされている領域ってありますかで、皆さんがこの状況を持ってこれ私の心が痛むというような状況ってありますかもう黙って見ることはできない。もう我慢できない。 我慢しないもしあるのであれば何かそれについてしているでしょうか皆さんは今日の箇所に戻るとダビデ以外のイスラエル軍は誰一人サルオも含めて誰一人悔しくても何もできてないんですねっていうか何,何かをやる勇気がないのが分かります 完全に臆病者になっています。で彼らを正直、彼らを臆病者と呼ぶ前にです、ね、私たち自身も聞かないといけないかもしれませんが私たちは神の栄光のために立ち上がっているでしょうかそれとも何もしない状態でしょうか日本のクリスチャンの人口は1%未満です。 でそれを思っただけでも心が痛むという人がいるかもしれません。でもそれについて何をしていますかパウロがこの21世紀の日本に来ていたのであればどんなことをしていた何をしていたでしょうかパウロであればイスラエル軍は何もしない。何かやろうと思ったのはダビデだけです。なんでダビデがやってきて45節に。 こう出てきます45節ダビデはペリステ人に言ったお前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが私はお前がそしったイスラエルの先人の神万軍の主の皆によってお前を、お前に立ち向かう今日主はお前を私の手に渡される私はお前を殺してお前の頭を胴体から離し今日ペリステ人の軍勢の屍を 空の鳥、血の獣に与えてやる。すべての国はイスラエルに神がおられることを知るだろう。でこれを見てもわかるんですが、今、自分は神のために戦うということがわかります。私は自分のため、自分の栄光ではなく神のために戦う。そして47節、ここに集まっているすべてのものも剣や槍がなくても主が救いをもたらすことを知るだろう。この戦いは主の戦いだ。 主はお前たちを我々の手に渡されるというふうに言うんですね続けてダビデはこの箇所を見るとこれは主の戦いだ私の戦いではありませんというのを何度もアピールしていますそしてこの勝利は私の実力にかかっているのではなくて神様の権威にかかっているというのを主張するのがわかりますでそのダビデの,そのどこからこの 戦う自信が来ているのか、自信感、そして確信を持っているのかがわかるんですが、詩編などを見ると、ダビデが心の中に持っていたその確信、告白が見えるんですが、例えば詩幣23編1節にダビデがこう告白しますね。主は私の羊飼い私は乏しいことがありません。紙幣27編1節から2節 主は私の光、私の救い。誰を私は恐れよう。主は私の命の砦りで、誰を私は怖がろう。私の肉を食らおうと悪を行うものが、私に襲いかかった時に、崩れ落ちたのは私に逆らうもの、私の敵であった。でこの主の戦いは、必ず神様の勝利で、 終わるという確信がダビデの中にあるということが分かります。だから勇気を持って自分の命も惜しまずに前に出ていくことができるんですね。で今日の箇所では40節にあるんですが彼は5つの石を取ってゴリアテに立ち向かっていきます。50四48節から見ましょうか。48節 その時、そのペリステ人はダビデの方に近づき始めた。ダビデは素早く戦場を走っていき、ペリステ人に立ち向かった。ダビデは手を袋の中に入れて、石を一つ取り、石投げでそれを放ってペリステ人の額を打った。石は額に食い込み、彼はうつ伏せに地面に倒れた。ダビデは石投げと石一つでこのペリステ人に勝ち、このペリステ人を打って彼を殺した。 ダビデの手に剣はなかったが51節ダビデは走っていってペリシテ人の上に立ち彼の剣を奪って鞘から抜きとどめを刺して首をはねたペリシテ人たちは自分たちの勇士が死んだのを見て逃げた DU に続きますでダビデがこのスリングの一発で,ですね 額に当ててゴリ当テを倒してそのまま彼の剣を奪ってです、ね、首をはねたというシーンですで。最初にちょっと言ったかもしれませんがダビデはこの時大体まあ14歳とか15歳ぐらいの少年だったんじゃないかなというふうに言われていますけれども非常に勇敢なことをしたのが分かりますで。ただこれはまぐれでなかったということも知れます。聖書を見ると その特に石投げの人たちが聖書には旧約聖書に出てきますけれども、四式20章、16節を見ると、あベニヤミン族に700人ぐらい石投げの人たちがいてあ、彼らの実力がそこに出るんですが、専門家たちの話だと、この石投げをあのプロたちが投げると、160キロのスピードで飛んでいくんだそうです。もものすすすごごいいいスピードでで飛んんきます、ね、それれをすごい計るあるんだけれども 正確に小さいところにも当てることのできる実力があったというふうに言われています。なのでダビデは非常にそれに慣れていたのであゴリアテを打つことができたということを見ることができますで。ペリシテ人たちは自分たちのチャンピオンが倒れて逃げていきます。そしてイスラエル軍はうっと変わってその数分前までは怖がって何もできなかった彼らが ペリステ人たちを追っていく姿を見ることができます。なのでこれがもう180度完全に状況が変わったということが分かるんですがこのダビデとゴリアテの話なんですが少し結論を通してその話をどのように正確に解釈することができるのかをちょっと話していきたいと思います。このののダビデとゴリアテの話っていうのは皆さん あの教会学校とかで結構聞かされる話なんですが大体普通の教会学校に行っているとどういう話を聞くかというと、まあ、皆さんもダビデのように信仰を持てばあ、まあ、あの自分の巨人であるゴリアテを倒すことができますよその巨人っていうのは人生に立ちはだかる問題ですね大きく立ちはだかる問題例えば経済的な問題 借金がある私にとってゴリアテ大きいで人間関係の巨人お酒やギャンブルの問題孤独であるそれがもう大きな巨人となっているでクリスチャンにとっては家族の救いとかも大きな障害物になるかもしれませんねなのででもこういう巨人があってもあなたがダビデのように信仰を持てば神様を信じてこれらを乗り越えることができるんですというふうに大体手術学校では 教えているかと思いますでこのようにそのようにこの話をですね解釈すると結局は勝利はあなたにかかっています It's up to you 意味わかりますか勝利するかしないかはあなたの信仰にかかっていますであなたがヒーローにならなければいけません自分がダビデになって自分が信仰強い信仰を持ってヒーローにならなければならないという プレッシャーがかかってきます。この,この分かりますかであなたもし信仰がないのであればどうなるのか敗北者になります。勝てないです。アウトです。自分が結局はその手術学校でそのようにもし教えるのであればあら私たちもみんなダビデのようになりましょうね。信仰を持って立ち向かっていきましょうね。となると結局 自分が自分を救うやり方になるということです。You're you saving yourself. で、この今日の話、ダビデとゴリアテの話の本当の意味っていうのは、聖書的に、ルカ24章をベースに聖書的に、すべてがイエス・キリストを教える話だっていうように、解釈をするとこういう話になるんです。これ、福音のメッセージです。福音のメッセージ。この話,話で、イスラエルの民は、 どのように救われましたか見た目は謙遜な一人の羊飼いの少年であるダビデを通して彼らは救われましたでダ,ビダビデの勝利はゴリアテに1対1で勝ちますよね彼の勝利は自動的にイスラエル軍にも勝利となりますイスラエルの人々の勝利となりますダビデが彼らの運命を決定づける戦いを戦ったってことです代表性を持って イスラエルの民はその勝利を得るために何をしましたか何,をし何もしていません代表であるダビデが勝ったのでそのままそれを受け継いでいます勝利を勝利が転化されたという用語を使うことができるんですがこれがどう福音か皆さん考えてくださいこのダビデの時代から1000年後にイスラエルの地に本当の羊飼いであられる救い主が来られます 12弟子を含めてイスラエルの,その人たちはローマから私たちを救う軍事力なのの強いチャンピオンのような救い主を待っていたんですね。でもそれとは裏腹にイエス・キリストは謙遜な姿を持ってこの地上に来られます。ピラトに連れて行かれた時に聖書はこの表現を使うんですね。キリストはほふり場に惹かれてゆく羊のように抵抗することもない弱い存在であった。 十字架にかかるイエス・キリストはライオンの姿ではなく小さな子いの姿でありました。で、ダビデとゴリアテの話っていうのはやがて来られる油注がれた謙遜な王であるイエス・キリストの話を指し示しています。イエス・キリストが十字架にかかることによってサタンに勝利されるそしてその勝利がそのまま私たちのものとされるということです。 その勝利が私たちに転嫁される英語ではインピューテーションというんですが皆さんに質問しますね皆さんは救われるために何をしましたかサタンに打ち勝つために何をしましたか霊的に正確に言うならば何もできてません何もしてませんキリストがしてくださった勝ってくださったその勝利をそのまま私たちは受け入れましたということになります 皆さんの中に私は自分の力でサタンに打ち勝って救いを得ましたという人がいるのであれば多分その信仰はちょっとどうかなと思いますけれども先ほど私が結論で申し上げた私がダビデンになって信仰を持って打ち勝つんだそのやり方で行くならば道徳的なキリスト教になります道徳的なキリスト教自分の力で自分の信仰で自分がヒーローになって勝ち取るというような 私が言った後者の方、イエス・キリストが勝利されたので、その勝利を私は信仰を通して受け入れた。これが福音的なキリスト教であります。その違いが分かりますでしょうかじゃあそれをどのように適用することができるのか福音が分かったのであれば、この話が福音であるということが分かれば、どのように適用できるのかどのようにすれば、ダビデのように私たちも勇敢になることができますか その秘訣は、キリストがもう勝利されたっていうのを明確に信仰として確信を持つ必要があります。Christ has already won the battle. その確信を持つ必要があります。5年前ですけど、2016年のリオオリンピックの時に、イギリスの有名な陸上選手でモー・ファーラーという選手がいるんですね。で彼が その,その4年前も5 0 0 0ル1万メートル陸上で優勝している選手なんですね。で2016年も有力候補でした、金メダルので。彼が1万メートルの決勝を走っているときに転倒するんですね。途中で転倒します。で転倒したときに英語で解説している人が言ったんですね。おお、oh,、he's in serious trouble!he's in trouble! って,ってもうだめで、彼、もうだめですねっていうね。これ、まずいですねっていうコメントをしたんですね。 大体1万メートル走っていて転倒すると相当なエネルギーを取られるんだそうですなので挽回するのが非常に難しくなるでも見事に彼は全員追い抜いて優勝する金メダルを取るんですねモーファラー選手はで皆さんこの状況を考えててくださいこの1万メートルレースを結果を知ってから巻き戻して考えていく巻き戻してその転倒するシーンでいくとしましょう で彼が転倒したときに解説者は、おこれまずいですね、もう優勝可能性ありませんねとか言うときに、皆さんは動揺しますか結果を知っているのは動揺しますか転倒したときに、動揺しません。なぜ動揺しないのか分かりますか結果が知っているからです。結果を知っているから。で、クリスチャンの戦いも全く一緒です。クリスチャンの戦い、全く一緒です。 イエス・キリストがマタイ二28章18節に私には天においても地においても一切の権威が与えられて,いま,すって言います。教会の中だけじゃなくて、この社会の中の学校でも会社でも家庭内でも全てに至るところまで私は全てを支配している権威が与えられています,って言うんです、ね。その権威、勝利がもう与えられている。だから続けて、 マタイ28、19節、20節、イエスキルトはこうおっしゃいます。ですから、私が勝利をすべて収めているから、すべての権威が与えられる。ですから、だから、あなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としてなさい。父子、精霊の名によって、バプテスマを授け。すべて私が勝利をもう収めているのでという意味です。 なので、私がもう勝利を収めているので、ね、あなた方も出ていって、あなた方の戦いができるでしょうというふうに言うということです。賛美歌の中で、タチアガレイザと後で歌いますけど、たそういう賛美があります。立ち上がれいざ主の強者英語の歌詞だと、stand up, stand up for Jesus という歌詞なんですが、その歌詞の中で英語の歌詞だと、 From victory unto victory, his army shall he lead. であるこの victory から victory までイエス・キリストは自分の軍を導かれるという歌詞なんですね勝利から勝利に導かれるでこの最初の勝利っていうのはイエス・キリストが十字架の上で収めた勝利ですサタンに打ち勝って勝利されたそして最後には再臨なさるときに 最後の勝利を収められる勝利から勝利その間は私たちのクリスチャンの人生です私たちのクリスチャンのイフ勝利から勝利なのでそれを信じるのであれば私たちは勇敢になって戦うことができるということですどういうことが皆さん頭で整理してみてください今日私がクリスチャンとして転倒した 私がつまずいて転倒した。どういう意味ですか結果は変わりありません。神の王国、神の御国は最後に必ず完全勝し必ず勝利します。私が今日転倒しても全然大丈夫。例えば、クリスチャンとして2年ぐらい、3年ぐらい、ほとんどミニストリーにおいて、教会の働きにおいて、身を結ぶことができなかった。それでも最後は勝利で終わります。 その確信があるならば戦い続けることができるということです。1年ぐらい前ですかね、神徒が教会の信徒が来てアメリカ人の方でしたけれども、こういう質問をしてくれました。日本の教会、本当に身を結ぶのって大変ですよね、成長するのって大変ですよね、日本だと。 彼が日本で見たこともそうだったかもしれません本当に大変ですね彼が私に向かってこう言ったんですねあなたは教会開拓者で牧師をしているんだけれどもどのようにしてモチベーションを保つことができますか、ね、やめたくなることがたくさんあるからどうしてそのモチベーションを保つことができますか ?How do you keep yourself going? で私が答えたのはその時会話で答えたのは本当に私たちが まあ働きをしながら本当に時々でも洗礼を授かる人がいるならばそれだけでも私を続けて生かしてくれるあのモチベーションになりますそういう答えをしましたけれども今日の箇所イエス・キリストが私たちに勝利を与えられたその箇所をベースに答えるならばこういうふうに答えることができます神の国の完成は私のミニストリーの成功にかかってません 神の国の完成というのは、私が今少しつまずいている期間があったとしても、全然影響を受けません。最後には必ず神の幹には完成するようになっています。で正直、それを知った時に私は続けてこの働きをすることができます。必ず成功が保証されているから私は自分 今自分に召されていることに集中して自分の働きができるということです。自分の働きに忠実になれるということです。ヘブル12章が言うように私たちは信仰の創始者であり、完成者であるイエス・キリストを見上げたときに、そのときに私たちは本当に生かされることができる。とういうに語っています。最後に適用として今日の内容をまとめて終わりましょう。2つ。 皆さんの中にはどんな聖なる憤りがありますか聖なる不満。どんな憤りがありますかどんなところで神の栄光が削られていますかそしてどんなところで皆さんの心が傷んでいますかそれについて何をしているでしょうかでイエス・キリストの勝利を見たときに 最後に必ず勝利が待っているというのを確信した時に勇気を持ってダビデのように前に一歩進むことができると思います。皆さんが教会のために何ができますか社会のために何ができますでしょうかそれ最後に祈っていきましょう。